まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。4番のプレイヤーは発言してください。はい、同進行しましょう。自分が時間指定チギするんで、うん。まあ、同進行のメリットはやっぱり、前老とか、人事の特殊とかになるし、うん、そういう時って場面めちゃくちゃ強いと思うし、うん、やっぱ一周目で、まあ、おかしい人がね、なんか、しようとかしたりすると、そこをちゃんと二戦目で見れるところが、そう、なんちゅうの？これは回避なのじゃないかとか、そういうところにちゃんと見れるところ強いと思うんで、うん、まあ俺は鈍進行でバンって出る方がいいと思います。はい。まああとは、まあ単体精査しようかなと思ってます。単体精査だけで。はい、お願いします。5番のプレイヤーは発言してください。はい。鈍進行はいいと思います。まああとは精査の仕方なんですけど、まあ、怪しい位置の理由付けとか、そこに至る思考のプロセスとかっていうのを、まあ、しっかり聞いて、その人の色の判断をしていきたいなって思ってます。あとね、最近思うんですよ。鈍進行した時に、マジで囲ってる率が高いなって思うんですね。それはしっかりと発言を汲み取って精査していくんだけど、まあ、3CO は基本的に怪しい位置からみんな投票していけばいいと思ってるし、あのね、なんていうの？占い2人とかの盤面でも、俺、片白を含めた欄が全然いいと思ってるっていうのは言っとくね。もちろんあくまで発言を拾って、怪しいと思った時に投票するっていう。6番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ、そうですね。まず、めちゃめちゃ怪しいって要素は4号には特に拾えなかったですね。はい、5番さんに関して思ったのは、その、囲ってる率が、まあ、高いのか高くないのか僕は知らないですけど、本当に高いんだったら、まあ、結構言わなきゃいないなって。それだと結構、グレーズメの時にね、片白からつっても、結構ありなのかな、なんか それ聞いたら囲わなくならないと思った。はい、普通に。まあ、ぐらいですかね。はい。まあ、ただ、別にそれは5番さんの怪しい要素であんまないと思ってるんで。思った方はこれぐらいです。はい。ないですね。特にこれは。締め頑張ります。7番のプレイヤーは発言してください。はい、7番です。4番さんに関しては、鈍進行のメリットを話をしていて、まあ、印象悪くなかったです。良かったです。5番さんに関しても、まあ、加工率が多いから、まあ、結構、狼に圧かけできてるのかなとは思ったかな。だから6番が5番に対してそれ言ったら意味なくないって言ったんだけど、グレーズリの場面って狼に釣れる確率上がるから、なんだろう、5番の言ってることは悪くないかなと思っていて、そこに疑問符を抱いている6番さんがちょっとおかしいかなと正直思いました。ただ5番さんにだけもう一つ加えるなら、片白釣りは自身はあんまり飲めないかなとは思っています。はい、ぐらいかな。現状6番さんがちょっと怪しく見えております。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、ね、4番さんに関しては完全に2周目1かなっていうふうに思ってます。で、ただ説明がねしっかりしてたから2周目もちゃんと精査聞きやすいかなっていうふうに思ってます。で、5番さんに関してなんだけど、片白精査も入れていいんじゃないかって発言がね、どっちの村で言ってるか、どっちの陣営で言ってるか次第なんだけど、例えば5番さんに占いが持っていたとします。で、5番さんが片白釣りでいいんかって言うのか言わないのか、僕は言わないと思うんですよね。で、陣外で占い CEO をするときっていうのは、対抗に出た占いって必ず真じゃないですか。まあ西尾だったら倍だけど、それを釣りに行く進行を前もって打ってるっていう形にもなるかなっていうふうには思ってます。ちょっと雑かもしれないんですけど、そういう風に感じました。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、7番さんのその片白釣りは飲めない理由が聞きたかったけどね、なんでなんかなって思ってます。そういうの方があぐらかかんでなんかいいんじゃないのって思うから、飲めない理由をしっくり
しっかり言って、それやったら5番に思考合わないなぐらいのあれになるんかなと思った。まあでも6を怪しむ視点は俺もあったから、まあ6番が一番怪しいかなと思ってて、まあだから5番に最後、まあそれがクロロソルじゃないけどっていうんやったら、まあ、俺突っ込んでる時点でもなんか指摘してることっていうのは怪しんで、怪しみを持ってやるから、まあ、主観の違いかもしれんけど、その中途半端な感じがするね。なんかつついてるけど、ヘイト書いたくないんかな。発言内容もなんか微妙やった。1番のプレイヤーは発言してください。俺合ってる合ってないかかわらず、釣り位置言ってるの心象いいんだよね。まず7番さんが6番さんを叩いて、で8番さんって結構ヘイト管理。ヘイト管理してて釣りたい位置明確に入れてないから、現状8番さんが狼かなと思う。で、便乗位置はちょっと9番さんの狼があるかなと思うのは、7番さんが6釣りをして、9番さんも便乗で6を釣りをしたとこ。まあ、狼って便乗して釣りやすいとこ釣りをしてくるから、まあ、便乗1の狼あるとしたら9番さん。まあ、あとヘイト管理してる8番さん。このどっちかに一郎はいそうな気がするけどな、8番さんか9番さん。どっちかに一郎いるんじゃないかなと現状思ってます。2番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、ちょっと違和感を感じたのは、まあ、8番。まあ、9番が、まあ、7番に対して言ってんのが、まあ、よくわからんなと思いました。まあ、別に片白釣りって 50% が白なんだけど、片白釣りするときってまあ多分西尾の盤面だけど 50% は白だから、まあ、そこ狙いに行くよりは俺はグレー狙った方がいいと基本的に思うんだよね。まあ、片白の中に占い新郎のときに狂人と人狼が含まれていたら初日囲いで、まあ、白スムラしか釣れないんだけど、まあ、それなりの要素がない釣れないと思ってるから、8番は4番のドン進行に結構評価を示している中で、8番自身が占い師でないことが基本的にないなと思ったから、なんかあんまり5番の中身が占い師であるかって探る姿勢が必要ないかなと俺は思いました。8番が4番に対してのドン進行のメリットを評価しているときにね。って感じました、俺は。はい、そんな感じです。3番のプレイヤーは発言してください。いいよ、ね、僕結構8番さんの視点の向け方いいかなって思ったんだけど。ここに言ってる8の視点の武器かとね。まあ2番さんはね、こう、ドーン進行してる流れで、それ言わなくてもいいって言ったけど、まあ、別にそんな探ってるわけじゃないっていう僕は理解してるつもりだから、それよりも8番のその視点の向け方がいいで思ってるぐらいで、8釣りたいって言ってる1番とか、まあ1番さんはね、釣り間違ってても合ってても、釣り中はない人が嫌だって言ってるタイプだから、まあそれも言っててよくわかんない。まあいいや、一番はいいかなって感じです。まあだから俺8番は釣りたくないなって思ってます。まあ釣りたい位置で言ったら、まあどこだろう、そのじゃあどこだろうね、2周目かな、釣り位置は2周目上げます。4番のプレイヤーは発言してください。5秒、ね、15秒。はい、はい、あ1番3しよう。はい、ロッキー3番え、3番人狼やん。3番さんから釣ってください。はい。で、9番さんが例のね。まあ、とりあえず、俺はグレーで、まあ、3勝盤面なんで、グレーで、一番おかしい。6番ね。うん。5番視点で、じゃあ、6番が、5番が言ったことに対して、囲わなくなるじゃんって言うんだったら、囲わなくなったら人が釣る、レールの率って高くない？うん。ほとんど基本って、なんかグレー、白先ってほとんど釣らないじゃん。うん。わかる？言ってること。まあ、理解してくれると思うんだけど、それで囲わなくなったら、じゃあ人狼釣れるメリット、確率が高くなるからいいんじゃないかなって思って、6番が5番に指摘するところは間違ってますよね、と思いました。うん。で、3番に関しては、ま、偽要素はあるんですけど、1番はまあいいやってほっといた。うん、それでまあ釣り位置言ってないね。ヘイト管理してるんだよ。やっぱり。うん、で、8番釣りたくないって言ったところ分かんないでしょ？うん、8番は別に、
いいところはなかったから別に。普通の発言だから。うん。今日は一番、あ、3番つって、3番。5番のプレイヤーは発言してください。現状、とりあえず3番さんは偽だと思ってて、1番4番の精査したいんだけど、あ、サバスのリセリアも釣り位置全く言わないのはおかしいと思ってるから。4番さんに関しては、6番さんです。別にそんな怪しい発言してなくない？俺にちょっと言及した人物だと思ってるから、例えば7番さんとかって発言でね、あれは俺に対して最初の開口一番狼の扱いができてたよ、その進行はって言ってるけど、形取り釣りはあんまりしたくないって言ってる人物なの。わかるかな？だから6番、7番で6番の怪しい理由が俺はそもそもわからない。4番さんのその思考の中だったら。って思っちゃってるし、他の人たち、例えば9番さんとか1番さんとかが、8番さんのお前への言及わからないってかどこかで言ったと思うんだけど、9番目時点で6は5に突っ込んでた時点で怪しいと思ってるのはとかっていう発言を汲み取って、6番が怪しいとかあったらわかるんだけど、結構なんか、なんていうのかな、引っかかってるのは8番さんなのね。8番さんの俺への精査の仕方がわからない。結局どっちなのって思ってるし、それだったら7番、6番じゃあどう思ったのって思っちゃってるから、まあなんか、本当にヘイト変えたくないんだなって8番さんに関しては思った。一番なんかそういう発言してるのは8番だと思ってて、2番さんはそんな8番に言及してるから心証いいです。占い師は3番さんの1周目がめちゃくちゃ偽っぽく見えて、2周目の4番さんの発言も別に真っぽい要素がないところないと思ってます。だから相対的に1番が真かなって、1番さんが真かなって今んところ思ってます。ぐらいですかね。6番のプレイヤーは発言してください。僕も3か4、でも3も結構、あぐらかきすぎかな、3が真だったらと思いました。はい。なんか8だけ評価して、まあ、あとの制作こともサボってたんで、はい。で、4番さんに言われた、まあ、そう、囲わないかった方がいいじゃないって言ったけど、違うのよ。なんて言うんだろうな。5番ってだ、どんしこした囲うと思ってるんだったら、それ言わなきゃ、今日囲ってるんだから、その囲ったとこ釣ればいいよねと思ったから、言ったら僕が G かで囲わないのよ。で、この5番が言った段階だったら、もう囲ってるのか囲ってるのかどっちかわからんくなるや。だから結局、狼、釣れる率って、なんかわからんままになったなと思ったから、ね、言わなきゃいいのになと思ったぐらいだったら、5番に対しては。はい。だから、変、しかも4って6にしかなくないでしょ。まあ、4も狭いですね、視野がと思ったから。はい。まあ、なんか、4も2000に見えてます。はい。なので僕も1が進化。だから5番さんはそこが良かったかなと思いました。はい。3が、だから4の方は偽なんですよね、発言的に。僕3はめちゃあぐらかきすぎたシーンもあるかなと思ってるんで。現に僕は4かな。まあ、3は2周目もそんな感じだと釣ろうかなと思ってます。はい。ね、グレーではね、8がずっと5番の占いない理由をなんか語ってて、まあ、その後、まあ、特に精査なかったと思うんですよ。なんか怪しいですね。単純に8は。7番に関して思ったのは、ごめん、なんか5番が怪しいです。わからんかったって言われたんだけど、え、ごめん、僕ちゃんと言ったつもりだった。ごめん、何がわからん、なんか、6が5に言ってることがわからんかったみたいな感じだったけど、そこはなんか、何がわからんかったのか、ちょっと、僕には理解できないから、ちょっと返しづらい、7番は。はい。まあ、ぐらいの印象ですね。まあ、8番が一番怪しくって、まあ、3、4が両偽に見えてます。まあ、ただ3がめちゃあぐらかきすぎた真の可能性もあるから、現状4からいきたいかなって感じですね、僕は。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。まず9番さんに答えると、これ2番さんが言ってくれたんだけど、あんまり片白釣りで、まあ、白落ちたとしても、あんまり情報落ちないと思ってるから、あんまり片白釣りはしなくていいのかなっていう、これは個人的な思考開示というか、プレースタイルです。そこしっかり2番さんがフォローを入れて、8番さんに対する5のなんか占いを探ってる様子が、鈍進行をせ、なんか、賛成するんであれば、する理由はないという2番さんは結構白く見えています。って感じかな。で、6番がその3番が、あぐらをかきすぎてる芯で見えてるかもしれないっていうような、芯の追い方があんまりなんていうのかな、納得できないかなと思った。だって、芯占いだったらあぐらかけないじゃん。だって太鼓出ること確率高いでしょって。だから、あぐらかける理由なんて何一つないと思ってるから、そこ、あぐらかいてる3が芯かもしれないっていう要素がわからないかなって感じます。
5番に関しては6が叩かれていて、なんかそこの6の来る要素がわからないって言ってるんだったら、7番に目線が向くのになんで7番には目線が向かないんだろうなって思ってました。そこに関してかなり不思議だったことと、かなと思ったら、4が5に向けてる視点もあんまり正直よくわからないかなと思ってます。現状3番さんに行こうとは思ってますが、はい、1番さんに関しては2周目かなとは思ってます。まあ、しっかり平等を向けれてない8番さんに対してしっかり平等を向けてるところに関しては、まあまあとは思ってますが、もうちょっと精査のこう中身が欲しいかなと思ってるのは1番さん。8番さんに関してはみんなが言われる通りだと思ってるから、まあ、弁明が必要なんじゃないって思いました。以上。8番のプレイヤーは発言してください。そんな弁明って必要ですかね。まずそもそも5番さん6番さんが1番さん白という理由が僕には分かってなくて、確かに僕に関しては指摘されたことがみんな目線真っ当だったら、まあその通りでもいいんですけど、9番さんが便乗1って言ったんですけど、6番さん6 7番さんを明確に叩いてることから、これって確実に便乗ではないんですよね、9番さんって。だから1番さん目線9番さんを便乗1って置く1番さんっておかしいっていう、まだ芯で置けなくとも3、4番さんと例えばまだフラットのはずだと思うんですよね。で5番さん6番さんで1番さんを芯って言ってるところから、俺は5番さん6番が怪しい、めちゃめちゃ怪しいと思ってて、今日の6番さん特にそうなんですけど、8番って5番のこと占いがないのを透かした、ないのをずっと説明してたとかじゃなくて、話聞いてれば分かると思うんですけど、俺は5番さんに対して2週目とか2日目とかにそういう風にするなんかムーブ、うん、そういうのを前置きで準備してんじゃないかってここまで突っ込んでるんで、本当にそういう風に感じたんですよね、5番さんの発言で。8番の脳みその中では、だから6番さんが8に対して指摘したことは本当に的を得てない、すごく不当っていう感じに見れたんで、僕はほぼほぼどっかの相方っていうのは6番さんかなっていうふうに思ってます。で3番さんっていうのは8番さん、8番に対するフィーリングでそう思ったんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、ただ1番さんに対して言及してたのが、1番さん白を持っててっていうのは怪しいかなと思うけど、今日俺3番さん以外からいきます。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。いやーもう例のやけど、もうなんか思考落とそうかな。47ロロ3強じゃないですか、うん、いやもう4番も3番も失言レベルですよ。3番なんか1白持ってたのに8怪しんでる1にして向けようと考察しかけて1白やからやめた。あれもう絶対2せんね。3番4番って最後今日は1言ってくださいって、あじゃあ3やって言ったら、あそうですか、多分4ローやで、多分めちゃくちゃ1に行きたい4ローやと。7狩りやったらもうすり寄ってる人やろうね。まあ俺は7番さんに1声してもらいたいですね、はい、俺で声しなくていいっすわ。そうなると8か、2か5かな、出するわ思いますけどね、4番も3黒なんやから、今日は1言ってくださいはやばかった。いやーもう1声してください。7番、はい、8番さんもやっぱ狼思考やったらなんかすり寄ると思うんやけどね、1になかったから、まあ、8狼見てないかな。6怪しむ視点持ってたもんな、7と。1番のプレイヤーは発言してください。6白です。自分6番さん白持ってて、まあ、7番さんが最初に自分の白先を叩いたんだけど、まあその位置でも最初に釣り位置言った人物で、8番さんがちょっとヘイト管理しててなんかしっかり釣り位置言えてなかった。で9番さんが便乗で6をちょっと釣りをしたんで、9番さん怪しかったね、8、9怪しんでて、まあ、人狼が1に白を打った理由を考えたんだけど、まあ、1に白を打つ理由って多分8、9を釣りたいから白を打ったんだと俺思うんだよね。だから8番さんのローって薄いかなと思うんだ。と自分の白先の
に狼を追うのって絶対もう視点見えてないから、俺の占い位置にも入る。まあ多分俺が8を疑ったからまあ1の芯追ってないんだと思うけど、盤面的に1に白を打った理由考えると8のローってないかなと思う。そうなると、まあ5番か2なんだけど、まあ5番さん1芯って、心象いいすり寄りはあるんだけど、5番が人狼で片白釣りから行こうって、あんま言いそうにないから、24か23じゃないかなと思うんだけどね。2番さんもなんか、あんまりかなり強く釣りたい位置って言えれてないから、現状2番さんじゃないかなと思うんで、3、4の精査なんだけど、まあ3番さんの方が釣られに来てる強人、4番ロー、じゃないかなと思う。絶対7番さん1超えしてね。これ結構白狼位置に狼って多分もう8番さんって盤面的に俺噛まれた時釣れない位置だから絶対1超えしてほしい。まあ2番さんあと占い同士、死んで、俺のこと死んで見てるのか2戦目で見てるのかちょっと聞かして。まあ現状4番さん行こうかなと思います。2番のプレイヤーは発言してください。もう俺目線考察は新っぽくないですよ。なんか2が人狼って言われてる理由が、まあ、よくわかんないからね。5番の白要素と8番の白要素も要は逆理論じゃないですか。9番と1番って。ただ4番さんが強人っぽく見えた目線から1番の芯があるかもなと思ってる理由は、まあ、これは6番が言ってたんだけど、4番の思考の中でグレーがまあ7番狩人出てない時に1白しか持ってなくて、まあ、5番6番7番8番2番の5グレーの中から1番の白先の6番だけを繋ぐってることから、4番が強人の時にはまあ6番に黒を塗りたい構図として1の芯が見えてるからね、可能性があると推理してることと、まず4番が8番に対して普通って評価を落とすのは結構変だと思ってて、俺が指摘したんだけど、4番さんがまず鈍進行本当に強いと思ってる人間である時に8番さんは絶対占い師ではないんですね、あの発言した時で。5番が占い、新占い師した時にあの発言が出ないはずっていう考察をした時点で、8番が占い師を持っていないっていうのは客観視で透けると思ってて、4番が本当にその進行が強いと思ってる時に8番に対しての評価が普通と下らないと思ってるんで、まあ、4番が一番変かなって発言では思ってます。だから、ただ4番が強人っぽいから3番狼1の芯があるかなと思ってるけど、まあ、あえてやってる4番の人狼魔力は今日は4番に投与しようと思ってるんですよ。まあ、3番の発言を聞いて変わるかもしれないですけど。で、3番も別に評価点がないから、まあ、消去法で1が芯っぽいかなと思ってて、グレーだったら、まあ、一応芯っぽいと思ってるから一旦6を外すんだけど、5番と8番対比かけた時には、8番がね、6番を人狼だと思ってる軸だったら、まあ、1が強人確定してて、3番と4番の6番相方が精査指数なんだけど、あまりその点で3番以外から行きたいって発言がよく分かんなかった。6番って今日は4番の方が偽なんだよね、発言は。ただ3番の発言を聞いてそんな感じだったら3番を釣るって発言をしてるから、8が6人狼に出た時に6のラインから見ないのが違和感だったって感じです。3番のプレイヤーは発言してください。はい、どうもごきげんようってところなんですけど、4の相方はどうなんだろうね。全員ライン切りしてるからな、正直分かっていない。一番めっちゃ納得できないのが、釣り位置をね、一番さんが僕の白先が言ってるんですけど、まあ強人だったんですけど、釣り位置を間違っててもいいから言ってほしいっていうのがちょっとよく分かんないから僕突っ込んでたんですけどね。普通によく分かんないんだけど。じゃあ間違って釣り位置を上げてる人物とね、間違ってない精査がどっこいどっこいの人物がいるって話を終わらして、どっちが印象いいのって言ったら、僕は間違って釣り位置を上げてる方嫌ですけどね。それを皆さんいいっていうふうになるんだなって思ってるから、なんか全員よくわかんないなって思ってるかな。それを評価できるのか。ただ4番軸に考えた時に、ってか4番軸で、相方どうなんだろう、マジでわかんない。あと、狩人に関しては絶対9守りですからね。絶対に9守りね。おかしいですから、まず。まあ一応僕はもう4の相方本当にわかってないんで、占いで黒見つけたいなって思ってるくらいです。正直マジでわからんよ。4の相方全員 LINE 来てるんだから。みんな4から行くんでしょって。以上。投票を始めてください。ありえん、
オラじゃないべ。これ2かな。4かな。俺囲えてる自信あるんだけどね、結構。2か6じゃないかな。4番。マジ？ああ、4いったか。選ばれました。よかったか。4567。4567。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、まあ、いいんじゃない。まあいいや、めんどくさ。目を閉じてください。めんどくさが出た。めんどくさ出ました。めんどくさ出ました。4死んだと思うけどね。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。8番のプレイヤーは発言してください。はい、結果お願いします。白。白。これ3番さんが破綻っていう形ですよね。で、白ですよね。はい、これ4番さんを釣った理由なんだけど、ワンチャン1番さんも芯あるかなって、1周目はおかしい叩きしてるけどと思ったんですけど、それを考えて4番さん釣りにしたんですけど、俺ごめんなさい、6番さんめちゃめちゃ叩いたけど、俺昨日の2番さんがすっごい黒すぎた。そもそも俺の5番さんへの指摘に対する話って、2周目でわざわざもう一回言う必要もないし、でこれ説明もしました。で9番さん時点で、まあ、逆精査って言ってたけども、9番さんに突っ込まれるはずなんだよ、俺むなしでね、もう2周目もおかしいこと言ってたら。それに対してずっと突っ込んでるし、で俺が6番さんに対してなんでそのシーンを終えるのか、9番さん、あ、1番さんが9番さんに対する精査おかしいじゃないかっていうのを丸々飛んで、また同じことを言って叩き出したんだよね。だからこれ絶対に黒だと思ったんですよ。でそもそも2番さんって8番が一番黒いんですよね。3番さんって8番が一番白いとまで言わないけど、ってことは2番さんって3釣りが明確にあれかなと思ったけど、4釣るんだと思って、まあ占い師は釣り切ろうと思うけど、白結果出てるから、俺は2番さんがサイクロかなってふうに思ってます。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。まあ今日は破綻した3番を釣ってね、まあ1番さんの次の色結果見れるか噛まれるか知らんけど、噛んで3の色見せるか、1番さんが噛まれるかですかね。まあ8番がここでもまだのシーン追ってないですもんね。そんなことある？狂人で。狂人なんかない。だって4番の遺言でシーンじゃないでしょ。どう考えて。めんどくさいして終わったから、シーンやったら落ち度作りすぎや。1番。まあ2番さん、まあ1周目もあんまりしっかり釣り位置言えてないから、まあ2周目もあんまりしっくり来なかったが、1の偽追いもちょっとしだしたし、8のローって盤面的には俺目線追えないから、そこをまだ8のローも追おうとした2番さんがちょっとかなり黒かったんで、2番占ったら結果白。
で、3の相方探すんだけど、5か、8あるんかな。3番さんって1周目、1少し怪しいんだろ、みんな覚えてる？覚えてるよね。3番さんって1周目なんか1怪しいねって言ったよね、確か。ってなると、やっぱ8あるんかなと、俺が8怪しいんだから、1怪しいんだって、1しろってもう1カム3段だったんかな、8を怪しんでるから、一旦1にしろ打って、どっかつって、もう霊能噛まずに1当たってる1を噛んで脅威噛みするための1しろの可能性ってあるからね。だから8ありそうで、5番さんって3入れてんだよね、確か入れてるよね。5番さん入れてるから3をじゃやりそうにないから、初日、片白釣り行ってもいいんじゃないかって。8かな、やっぱ。確か3番さん一周も1なんか釣りたいかなんか言ってなかったっけ？怪しんでたよね。3、8じゃねえかなと思うけど、まあ、あとね、9番さんも俺は噛めないよ。だって俺噛んだ時って5、8ローラーだから、100% 俺噛めないから、まあ俺はもう、どっちか占いすれば勝てる。5と8。どっちかだから。2番のプレイヤーは発言してください。すったかな？いやでも、まあでも3番、言いときゃよかったな。3、夜にスキップしました。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは9番。1番のプレイヤーは8番さん黒。やっぱ1周目の当たってたね。まあ、1周目8番さんって釣り位置言えてなかったのが8番さんのヘイト管理の狼要素で、8番さんって初日強人投票ね。で、3番さんって1周目に1を少し怪しんでたじゃん。1怪しいね、いや1白いねとかなんか言ってた。まあ最初に露骨に出たんだろうね。自分が8怪しんでたから。露骨に1を釣りたくなったけど、ちょっと視点変えたんじゃない？その視点変えた理由って、多分自分が8を怪しんでるから、まず一旦1に白を打って、グレー釣った後に1を噛む。ってなると、まあ、1番って8怪しんでるから、新占い師から8黒を打たれても1殺しとけば釣れないじゃん。だそのための1白打ちじゃないかなと俺思ってるけどね。その辺がちょっと、まあ、4番の強人が分かって3のローが分かった時点で8のローって終えたかなと思う。いや今日8行ってほしいけどね。決め打って。俺って狼 100% ないからね。で、4番さんの、めんどくさっていうので、今日アピしても1噛んでねって言ってるのわかると思うけどね。強人アピールしたら。強人アピールした時って、もう1噛んでも1が浸透りすぎてるから噛んでっていう遺言の今日アピね。4強1進3ロー3の相方8
3番さんって一瞬めっちゃ怪しいんで、1にしろ打った理由って多分、どっか釣った後1カム3段だったんじゃない？それか狩人乗っ取らせるためとかもあったんだと思うよ。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、今日これ1番釣るかどうかなんですけど、まあ、ダーツ取るかって感じね。まあ、仮に8釣らないにしても、1位が強靭になった時の狼1番、もちろんこれ8番も含まれるから、8番も含めた5、6、8、2のランを1回してグレーを釣るか、まあ、そのまま8番に行くかなんだけど、まあ、5番と6番の発言を聞けてないことと、まあ、結果論3番が人狼で、まあ、3番があの発言だったから俺も3番に投票しとけばよかったなって俺でも思うんだけど、まあ、4番が8番普通って評価したことが4番の思考の方が変だと思ったから4番に投票しちゃったんだけど、8番に聞きたいのは、8番が2番を2周目でサイクルだと思った時、俺に対して3番が8番を評価しているんだから2視点ってなんで3番に投票しなかったんですかっていう評価を下した時に、8番さんはなぜ4番に入れたんですかと思います。それはだって2番を人狼だと思ってる時、俺は2周目で言ったんだけど、3と4だったら4番の方に偽要素拾ってるんで、今日は3、4ランの中で4番に投票しますっていう発言を明言してる。2番が人狼に見えてる、8番が人狼を落とそうとしてる視点には見えないですね。だって2番人狼で見てるときに、8番がその視点で俺に対して指摘するんだよね。3番が8番を評価してるときって、2視点で3番の方が偽に見えるんじゃないかって推理を落としてる8番が、2番が4番に釣るとかけてるのに、8番も4番に投票していることが、8番と3番の人狼は少なからず俺あると思ってるんで、発言も変だし、って思ってますが、5番と6番の発言を2日目以降聞けてないですね。3番に自爆されたから。だからまあこの点で、ちょっと発言聞いて、まあ、ダーツでもワンチャンいいのかなと思っちゃうんですけど、多分1番釣ったら8番にしか行かなくなっちゃう気がします。僕は今のところね。って感じ。まあ、5、6の発言を聞いて、ちょっと流れでダーツするか、1するか、ちょっと考えたいなと思います。5番。ダーツするのは2釣りやろ。発言してください。1番が強靭の時って8番に黒打てなくねって思うんだけど、普通に1番強靭視点って4番3番から白もらってて、3番が自爆、要は3番が自爆して狼が露呈してる状況下で、6番、だってあるとしたらだけどさ、6番でよっぽどね、もう6番が狼だっつって囲えてるぜって思ってる時ぐらいしかできないと思う。俺要素はないと思ってるんだよね。1番が強靭だった時に8番に黒打てるってないと思ってるから真でしかないとは思うけど、1は釣ります。で、8番さんが2番さんに行くと、8番さんが4番さんに投票するのは別にいいんじゃない？そこじゃないと思ってるよ。8番さんの不思議なところは、1番3番で3番の偽が確定した状況か、4番に投票してるのに、要は4番投票してで4番を偽だと思って投票してるんですよ。で、3番も偽でしたと。霊能の結果から偽でしたってなった時に、2番を追った理由だけじゃない多分って思ってるんですよ。まあ占い師って3番から行きたくなかったしかも俺は分からないけど、俺結構2番さんと8番さん精査したときってのは、2番さんは身長はいいです。っていうのも、4番の強靭がめちゃくちゃ見えてて、3番から行きたくなく、1番から行きたいって言った主張がめちゃくちゃ4番強靭だと思った。で、8番から3番から、3番以外から行きたいっていうのが3、8、狼に見えますっていうのが、俺はそれが一番ストレートだと思ってるし、あんま俺も正直思考変わんないと思ってるけど、8番さんの話もう一回聞こうぐらいかな。6番のプレイヤーは発言してください。してください。1釣らないでしょ。もうダーツでしょ、ダーツ。なんで1釣るの？はい。ダーツ取ります。だから、もう8が怪しいんで、まあ、8か8の怪しいんでるとこ釣ります。はい。だから、もうちょっとでもなんか1釣ろうとしてる人はちょっと変なので、怪しいです、普通に。なんで？でも1、強靭でしかない、これあっても。1が真だったら、まあ、2、5、7どこつっても勝ちな、2、5、6どこつっても勝ちだから、はい。だから、僕は1が真だと思ってるけど、うん、ちょっとなんか2とこが1つろうとしてるのが変なので、まあ、ちょっと怪しいです。普通に。なんで1つるの本当に。つる理由なくない？はい。
え、だってさ、まあ、1釣るやん。いや、だから、はい。僕は8が怪しいと思ってどこに入れるか、普通に8が怪しかったら8入れます。はい。1に入れなくていいと思ってます。はい。まあ、以上です。まあ、1が普通にその主張できなかったのはちょっと怪しいですけど、まあ、はい。まあまあ、普通に1してなったら8になるしな。まあ、そこはまあいいかなと思ってます。はい。まあ、今日はグレーです。はい。8番さんが6怪しいと思ったんだったら6です。はい。僕はグレーにしか行きません。まあ、今のところ1怪しいに見えてるから8だけど、まあ、2と5が、まあ、ちょっとでも1に行こうとしてるのはちょっと怪しいですね。はい。うん。まあ、あとね、僕3番に入れたのはね、3番さんが、グレー考察また放棄してたから、はい。3番さんの方に偽だと思う3番さんに入れました。はい。まあ、1ずれはないですね。まあ、だから8番さんグレーで怪しいと思うとこ言ってください。そこ入れるか8入れます。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、6番さんの思考は至極真っ当だと俺は思うよ。俺が例えば8黒ではなく5黒だった場合って5に行くかっていうふうにも考察をするから、5番さん時点、あの8番時点でこの時点で。で、まず僕の人狼がない要素を1から説明します。まず8は、5番がそういうことを言ってる言ってないで怪しみました。ただ6番さんを釣りをしました。で、3は8を釣りたくないって言いました。で、これで3、8、すっごいぶっといラインですよね。で、俺は自分のターンが来て3以外に行くって言いました。これもすっごいぶっといラインですよね。で、ここまでラインを見せる人外って、俺ほぼほぼ珍しいと思うんですよね。だとしたら、例えば3が相方だとしたら、誰かが強人とかが8に白打たない限り、もう1、2で終わりますよ。普通の場合って。まあ僕の中で普通なんで、皆さんの目線わからないですけど、で、1番さんが8黒を打ったから、僕自身では1番さんが偽か確定になったんですよ。それまで4番さんの遺言で1番さんを真に置く理由って、もうすごく皆さんの意見はわかるんですけど、ただ2番さんって、これ5番さんが突っ込んでくれたんだけども、僕は3以外、でも1の2周目で、1の8のローを弾きを、あ、芯あるかもと思ったから自然と3以外、1が芯あるかも、だから4なんです。2番さんは8を怪しんでて、3、8でぶっといラインがつながってるもかかわらず8に入れてない。2番さん言ってください。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。オラじゃないべ。いや、八村っぽい。これ2か6、2だろうな。2番のプレイヤーは発言してください。5、6に人狼いたら負けなんですが、まあ、5番が1、3、真だと思ってるのに、5番1行くんだって俺は思ったから、まあ、でも5が人狼だったらこれ8とか2に入れるよね。だから多分ないと思ってて、6番もないと思ってるから多分8で合ってたと思うんだけど、5番に言っとくと8番さんって、まあ、3番が釣らないっていう言ってて、4番を投票するっていう、4か1に投票するって言ってて、まあ、1に投票するのって盤面じゃありえないから4番でしかないと思うんだけど、まあ、俺が言ってんのって、じゃあ8番さんって僕が人狼じゃない要素を言いますね。まず8さんだったらぶっといラインですよねって言って、8番と3番の人狼はない要素を8番って今説明してたよね。要は。8さん人狼だったらラインが太すぎるから8さんの狼なんてほぼないでしょって提唱してるのに、2番は3番と8番の人狼を追って3番に投票しなきゃいけないっていう理論が成立しなくない ?8 番がそれで3、8狼を否定するんだったら。価値格だ。意味わかるこれ。8番が3番と8番の人狼がない要素を今つらつら喋ってたよね。めちゃくちゃラインが濃くあるはずだから、3、8狼だったら露骨でしょ。だから3、8狼見えないよね。僕の狼がない要素これですって言ってるのに、俺が3番に投票しなかったことをクルーズと挙げてるのは変じゃないですか。8番がそれ3、8狼が見えないよね。この露骨なラインは。だ、俺も3番に入れないのおかしくないでしょ。論としては。で、俺は4番の単体に1要素拾ってるし、8番は2周目の4番、2番の発言を聞いて2番を人狼だと思ってる人間が、4番に、2番が4番に都度かけてる中で8番が4番に投票を集める意味がないって分かってほしいなと思います。そうそうそうかね。はい、問題はね、放棄読み放棄がね、6番がなんで入れに来たか分かんないけど
いや、俺は一応言ったよ、ダーツでもいいと思うけど、俺は一番の白先なの。まあ、8が黒だから変わりないけど、俺がそれ提唱したら怪しいから、ね、だから、普通に5、6に任せますって言いました。ミニでね。はい。8番のプレイヤーは発言してください。もう2番さん、もう言ってることおかしいですよ。5、6のミニに任せるって言った時点で、5、6が2入れた時点で負けだから、明確で2番さんは1番確定は釣りなしだからね。ってことは、今日2番さんが釣られたとしても、2番さん目線っていうのは1番さんが真であるから、絶対勝てますよね、2番さんってね。はい、なんで今日8行く必要がなくて絶対に2行く必要があるんですよね。で5番さんの1番さんに入れた理由とか、それ5番さんがないとかじゃなくて、明確に昨日の発言から6番さんのローはもう追えないでしょ。いやもうこう決戦よ、決戦だったらもう負けていいレベルでしょね。いや俺が8入れたところで5、6が2入れたら釣られるよ。アンさんも帰ってきてないんだけども、うん、釣りなし狙うんだ。2番さんが4番さんに行くのと8番が4番さんに行くのって明確に理由が違うんだよね。ね、2、4番さんの偽要素を拾ったって言ってるけども、2番さんって3番さんの方を叩いて、この差異は何ですか？3番さんと4番さん。かこえてるか。で、3と8で、小画廊なら勝ち。太いラインができているんであれば、2番さんって3番さんに行くのが明確なんですよ。もう小画廊あったらもう勝ち確、ね、か4ど。どうなろうが勝ち確。ね、ただ1番さんの芯を超えるかなと5と6がローならどう釣りなしでも勝ち確。だから4番さんの遺言で芯が取れない。釣りなしになったら勝ち確だから放棄狙うよ。以上です。投票を始めてください。放棄狙うよ。もう2がローの時は5、6が2入れられた時点で負けだから。もう一番安定は放棄。2番わのプレイヤーがマジかー。2番のプレイヤーは8じゃなかったのかな。ああ、やっぱ5か。あ5だ。いやーこれね、8が5に向けてくれたらなーと思ったけど、まあ8が言ってるのもだいぶおかしいけど、いやー5いけばよかったね、ダーツで。まあ6が、いやまあでもこれ無理だよね。俺の発言終わってからだったから5番の違和感拾ったの。危な。ごめん。まあ、しょうがないわ。まあ、どっちにしても負けてるから。いや、順手が逆だったらね、ちょっと、いや、俺5かなと思ったんだよな、最後。まあ、でも8が2に行くって言ったから無理だったけど。申し訳ないわ。まあ、まあ、しょうがない。失敗しましたのでかい。夜が来ました。目を閉じてください。5か、5のローは追えなかったな。8のローはちょっと薄かったね。いや、5ガロ。朝が来ました。昨夜死んだのは6番。8番のプレイヤーは発言してください。まあ8の対抗を挙げるとしたら2番さんしかなかったです。申し訳ないです。1番のプレイヤーは発言してください。まあまあ一応自分入れるね。58番のオカイもあるから自分入れます。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お疲れ様でした。投票を始めてください。信じてください。私は決して悪人ではありません。
そうそうそう。白の落ち方でわかるから、オカミないとことか。1番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。いや、ナイス。GG。俺だったら、ありまさん、ありがとう。まあ、しょうがないけどね。5番が1進だと思ってるのに、あそこ1釣る意味ないから、5かなと思ったんだけど。いやー、ドリルさん、オカミかなと思って、かっこいいに行った。8ね、まあまあ、いいんだよ。まあ、3釣れないのは、まあ、負けていいかなと思っちゃったから。9番がもう、もう思考ロックしてるからもう勝てないなって思ったから。だけどさ、5番さん、俺の狂人は大体分かってた？あ、なんか、夜中の会話で3番さんが1番って、なんか狂人みたいなこと言ってて、俺は全く分かってなかったですね。3番さんの言ってたことを信じてただけです。じゃあ3釣り、4噛んでた？いや、噛んでないですよ。噛んでないんか。いやー、エンマちゃんありがとう。まだわかんなかったけど、3釣らなかったからね。4来てるから、まあいいかな、負けでって。初日3釣りたかったけどね。そう、もう、めんどくさくてさ、もう、9番も2番も8番も、ね、もう豚男が俺に来てるからさ、豚男なんで信じないんだと思って、もう、豚男もう負けろよって思った。一番のせいだから。トマト男が。トマト男が。さん、つらないでしょ。僕はさんのキャプテンいや、じゃあ、8クロの時は、1シーンしかないだろうなと思って、なんか8のとこに合わせてあげようと思って。いやー、ね、トマト君、シーン取らないと、あれ。2番さん、8はもう村だから、普通に取ったんだよ。8の言ってる理論が俺全く分かんない。いや、分かんない。俺をしてんのは、まあ、8はまあ、もうこれ無駄だなって思った。3、8オカミがない理由、めっちゃつらつら語ってたのに、2が3に入れなきゃいけないって意味が分かんなかったんだけど。いや、でも5だったな。いや、ごめん。おすすめ5だよって言うべきでしたね。いや、それ6が5って言ってくれるかなって思ってたから、そしたら5行こうかなと思ったんだけど、俺。いや、ごめん。それでも2に行きます。いや、これね、やっぱ1つっといた方、まあ、どうなんだろう。俺放棄したんだよね、あれ。釣りなしになったら勝ち確定だからね。絶対グレーだな。ダーツもあり、まあありっちゃありだね、ダーツ。難しいとこだね。まあでもあれは今日ダーツでもいいと思う。1強、1シールだから絶対。でもね、8番さん釣ってたら、その2番さんか5番さんに対するおかしい要素って言えたんじゃないですか。そうそう、まあ一応ね、もう一度議論はできる。うん、議論はできる。だから一応発言聞くって言って回したんだよね、俺は。そうそう、だからね、やっぱトマトか遺言はもうちょっと頑張ってシーン取らないと、あれ1シーンで折ったら8いかれるよ。無理やな、あれ。うん？無理やな、俺。だって2位でもう、釣れてるし、9番動く気配ないから、負けだよ。いや、わかんないよ。4で、遺言で白かったら、1のまだ狂人も追うでしょ。動くよ、ちゃんと。いや、もう、なんかもうめんどくさいなと思っちゃった。まあ、3点なかったからね。これ、さ、俺、失礼あったけど。これ3点なかったの悪いっすね。8番って仮定の話で言ってるだけだから2番さん。5番がもし仮に占い師だとしたらっていう発言最初にしてたから、2の8指摘は変かなと思ったし。で言ってよじゃん。ならさ、言ったところで別にもういいかなと思った8がね、もうね、もう俺来てるからダメ。違う、4番さん一周目に言ってほしかったんですよ。なんかそういう目線でもっと喋ってもらわないと、なんか俺4が強靭で6に向けてるようにしか見えなかったから、6しか殴ってないでしょ、4番さんって。いや、殴ってないよ。だって8番村だもん。で、2は村なの？いや、2もわかんないけど、2番は別にまあいいかなと思って、5番も
あんまり見てなかった。まあ、6殴っときゃいいかなと思った。それじゃさっきさ、なんか、いろんな人に向けて負けたからさ、一人に絞ったんだよ。まあ、けどさ、遺言的には2やろ？トマト君的には2、3だよね。2だよ。2か、うん、6どっちかなって思ったけど、まあ、ね、そうそう、だからさ、うん、だからそれをね、遺言でしっかり言うのは、例えば、トマト君目線、サンガロー見えてるよね。サンガロー見えてて、1に白打った理由って、8、9を釣りたい白の打ち方なんで、3番が狼なんで、狼8ないですね、と。で、投票見ると5番さんが3番に入れてる。で、まあ、5番さんは薄い。だから2番、6番のどっちか、6番さんも3入れてるんで、サイクロは2ですって言って、遺言で終わるよね。で、1番が2白打つってなると、1番強人が2囲いに行ったっていう視点もちょっと生まれるから。なんで6番さんって1強8で終わらなかったの？いや、一心だな。そう、見える、見えるよね。いや、1、9、8、0全然あるから、なんか、単体で最後負けたんかなと思ったから。いや、全然、いや。だから、一心で見たらどっち釣ってもいいもんね。どっち釣ってもいいけど、じゃあ8でいいやんと思ったけどね。なんか。いや、そう。いや、2と8を単体精査したら8の方黒かったけど、いや、8黒の時はもう絶対一心、僕なんかロックしてないですよ。これは申し訳ない。それがよくわかる。一強でも別に8黒打つやろと思うけど、だって2釣る理由って一強って2釣ってるわけでしょ。なんかなんで8わからんかった俺、それが。あ、いや、違います。一強追ってないです。一心だなと思いながら、8が。どっちでもよかったんですよね。そうそうそう。で、8の。移行を組んで、あ、8は2なんだな、じゃあ2に入れてあげようっていう、ごめんなさい、本当にごめんなさい。いいね、どっちでもやらないんだから。そうそう、で、あとやっぱ、ね、それより8番何で3番いけなかったん？ 3番はやっぱ騎士天服の方がいいよ。印象が良かった、うん、豚男もダメだ、3番行かないとダメじゃん、豚男。いや、印象いいんだ、しょうがないじゃん。しょうがないから、俺死んだから。豚男が俺来てる時点もう豚男負けちゃうと思ったもう豚男3番行ってよ。豚男1位ってって言うんだよ。黙ってもう3番行かない。ダメ。俺が悪い。発言権がね、と8番と逆だったら。あ、大きいレンズさんで了解。めっちゃ悪口みたいに聞こえますよね、豚男って。まあさ、怪しいところに白ってなんすか、正直。そうそう、2が黒かったね。うん、リバーサ黒かったかな。黒かった。俺、2、3に見えたね。マジ ?2、3か、を囲えてるか。うん、3に入れなかったとこだけが高いだったかなって思った。初日の6は。初日の6。6番さんが5叩きが怪しかったよね。まあ、それで打ったの。うんで、まあ、9番さんは怪しくないけど、まあ、ヘイト前とかと。ああ、教授。これ、占い三四郎はね、俺思うんだけど、占い三四郎やっぱね、魅力は二グッチョブだからね。でも、騎士出たんなら俺、グレッツリありよ、グレッツリ。うん。7出たなら、グレッツリありだけどね。いやもう豚男ひどかった今日ももう先般八がそうマジであれ3言ってたらもうマジでもう2占ってもう白出たらもう6か5どっちかだから俺目線まあ次行こうか抜ける人いますか。あ、じゃあ俺抜けます。たくまさん、あ、ありがとうございます。はいはい、ちょっと待ってね、ごまさん。誰が入るって言ったっけ？あ、モンキーレンチさん？モンキーレンチさんいる？モンキーレンチさん、コメントもう一回書いてください。あ、OK。モンキーレンチさん、6134。連打できるんなら OK って書いて。いやー、豚男あれ。最後5位言ってたら勝ってたんじゃん、これ。
いやー、行けなかったねー。申し訳ないなー。行けないか。でも、ベタ男、3番行かなかったから、ベタ男ダメだ。モンキーレンさん、聞こえてますか？もうダメ、もう、ね、もう、4番シーンで見なかったもん、ベタ男が。俺はもう8番シーン分かってんのに、ベタ男がさ、3番行かないんだもん。ダメだもん。6、1、3、4、連打できるなら OK を書いてください。いや、もうダメダメダメ。もう、もう、ベタ男で。あ、そうそうそう。でも8番さん2番さん怪しいってから4番さんが2番さんに白ってもなんか番号連打できるなら OK をしてください。3が連れてるけどね、3が黒なんで2隠し色になるよ。1が2白、うん、そうだ、うん、だからね、3行ったらよかったんだよ、ね、で、俺が連られてもまあ最後、OK ね、じゃあ今から、まあ、豚さんが最後頑張ってくれれば連打して入ってください、ね、うん。